マウントプレザントは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州チャールストン郡に属する郊外町である。チャールストン、ノースチャールストン、サマービル都市圏に入り、州内では5番目、都市圏ではチャールストン、ノースチャールストンに続いて3番目に大きな自治体である。アメリカ合衆国国勢調査局による2000年国勢調査で、の人口は47,609人だったが、 2010年では67,843人と42%増加しており、特に1990年から2000年にかけて人口が文字通り倍増し、州内でも最大級に増加率の高い自治体である。アーサー・ラブネル橋のたもとに海軍海洋博物館であるパトリオッツポイントがあり、ここには第二次世界大戦時の航空母艦。 アセス・ヨークタウンが経流されていて、現在は博物館線になっている。2006年に開通したアーサー・ラブネル橋は8、車線の高規格道路であり、クーパー川をまたいでマウント・プレザントとチャールストンとを結んでいる。マウント・プレザントは、もともと、総遺族インディアンが住んでいたが、1680年7月6日に、イングランドからフロレンティア、 オサリバン船長の指揮する最初の白人開拓者が到着した。オサリバン船長は2340エーカーの土地を直居されてきており、それにはサリバンの名前が完成られた島だけでなく、マウントプレザントの街となった場所も含まれていた。当時の地図でこの地域はノースポイントと呼ばれていた。1696年に新しく51人の開拓者が到着した。 家族ごとに数百エーカーの土地が割り当てられ、ここはクライストチャーチパリッシュと呼ばれるようになった。1706年、カロライナ植民地はスペインやフランスから数回の攻撃を受けたが、アブコウと呼ばれる地域でフランス人侵略者を打ち負かした。アブコウと呼ばれる地域はコブコウプランテーションであり、シェムクリークとワンド川の間にあった。そこは、 川の水深が深く、造船業に適した量材が豊富に得られたので、後にシップヤードプランテーションとも呼ばれるようになった。ホブコープランテーションに隣接する土地は、時代とともに、いくつかの異なる所有者の手に入り、その多くは私船を運航した。1860年9月24日、マウントプレザントで市民集会が開かれ、州内では初の脱退決議が成立した。 サウスカロライナ州の脱退会議は同年12月20日にチャールストンで開催された。南北戦争の開戦とともにゲイリー砲台とマウントプレザントとサリバン島の間にある浮き砲台は町の防衛だけでなくサムター要塞攻撃にも重要な役割を果たした。町はエリオットクリークの国家歴史登録剤であるブーンホールからコパヒーサウンドまでの防御線で守られてもいた。 アメリカ連合国の潜水艦 HL ハンリーの乗組員8人の秘密の訓練所がマウントプレザントにあった。この小さな潜水艦が北軍のアセスフーサドニックを攻撃して沈めたのはブリーチ入江から発進してからだった。南北戦争の結末としてこの地域のプランテーションで働いていた奴隷は解放されて自らの仕事を求めるようになった。南北戦争後チャールストン地域で 初めて形成されたアフリカ系アメリカ人の地域社会は現在マウントプレザントに存在するスキャロンビルである。元奴隷で解放された大工になったロバートスキャンロンがレムリープランテーションと呼ばれる614エーカーの土地を購入した。そこはワンドガーソウチャールストン港に面していた。ロバートスキャンロンはこの地域で広大な土地を購入するために一株10ドルを拠出した。 チャールストンの貧しいアフリカ系アメリカ人100人によって結成されたチャールストン土地会社の設立者かつ社長だった。チャールストン土地会社は自分の土地を持ちたい解放奴隷にそこを分割して与えた。レムリープランテーションは農場区画と町の区画に分けられスキャンドンビルの地域社会を形成した。チャールストン土地会社とスキャンドンビルは南北戦争後に4つしかない。 アフリカ系アメリカ人共同事業の一つだった。スキャンロンビルの西はリバーサイドであり、チャールストン郡にある5つの黒人海岸の内最大かつ最古のものだった。リバーサイドは公式には1930年にオープンし、ダンス会場、運動場、浴場、遊戯場及びワンド側に沿った板張りの遊歩道があった。リバーサイドパビリオンはデューク・エリントン。 カウントベーシー、ルイアームストロング、BB キング及びアイボリー・ジハンターのような伝説的音楽家をチャールストンの黒人が見ることのできる唯一の会場だった。このパビリオンでの音楽公演からスキャンドンビルにジューク・ジョインとすなわちナイトクラブが生まれ、最後はジェームス・ブラウンがジョーヤドにしたことで知られたホワイト・パラダイスと呼ばれるホテルができた。 リバーサイドの当初の所有者が1975年に死に、その資産の運営はチャールストン軍に引き継がれ、軍からそこを購入した会社が開発して、門のある地域社会に変えた。1989年9月23日、マウントプレザントはカテゴリー4のハリケーン融合に襲われた。町は最悪の事態は避けられたが、それでも町や それを守る二つの島も大きな打撃を受けた。この嵐を生き延びた子供たちは、ケーブルテレビのニコロデオンの番組ニックニューズの初期エピソードでハリケーン・アンドリューに遭遇した子供たちと共に登場した。皮肉なことにマウント・プレザントは嵐の翌年から人口の急成長が起こり、1990年の人口約2万3000人から2000年には、 ほぼ4万7千人になった。アーサー・ラブネル橋・マウント・プレザントは、チャールストンとは、クーパー川を隔てている。昔は、チャールストン半島から川を越えて、夏の家を営むことのできる裕福な、チャールストン住人によって、夏だけ人口が増える土地だった。マウント・プレザントの住人は、ジ・オールド・ビレッジを呼ばれる地域を中心に住んでいた。 バークレー軍の軍長所在地は1882年から1895年までマウントプレザントだったが、その後モンクスコーナーに移った。1928年、チャールストン半島からマウントプレザントに渡す橋が建設された。タウンクリークとクーパー川にかかり、無人のドラム島を越える2車線のグレース記念橋は有料道路として開通した。 二つ目でさらに大きなサイラス・エヌ・ペアマン橋は1966年に開通した。2005年7月16日、8車線のアーサー・ラブネル橋が自動車道路として開通し、古い二つの橋に置き換わった。西半球では最長のシャバリ橋である、この橋が開通する一週間前、歩行者が橋を渡ることが許され、記念のコインが配られた。 また橋の開通前の式典では花火が打ち上げられた。古いグレース記念橋ではそれができた時代のフォードモデル A 数台を含み当時の車が最後の渡りを行った。この橋は翌2006年夏の終わりに橋が爆破される様子を地元住人は数週間の壮観な章として見物した。古い橋の残り部分は解体された。2004年マウントプレザントは ガソリンの前払い条例を成立させたことでは、アメリカ合衆国でも、最も初期の都市になった。マウントプレザントは、北緯32度49分23秒整形79度50分44秒、北緯32.82306度整形79.84556度、32.82306-79.84556に位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は49.5平方マイル。このうち陸地は41.9平方マイル。水域は7.7平方マイルで、水域率は15.44%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マウントプレザントは、町長、調整委員会方式をとっている。2010年現在の市長は、 ビリース・スウェイルズである。調整委員会は8人の委員で構成されている。消防、救急、編集マウント・プレザント消防署は1837年以来、消火と救急活動を行っている。当初は、志願消防士の機関だったが、現在は24時間対応の部署となっている。現在は118人の有給消防士を15人の志願者が補っている。 国際的には国際消防認定委員会に認定されている。マウントプレザント消防署は2001年に認定されており、サウスカロライナ州では初の認定機関になった。消防士はシフト制で24時間対応している。事業地域とその周辺には5つの戦略的に配置された駐屯所が機能している。消防署管理部門は 調整管理複合施設内に入っている。消防署にはいつも33人が詰めている。2007年、所長のハーブ・ウィリアムズと主任のロバート・ロンスキーの監督下に救急医療計画を始めた。この計画では救急医療隊員として訓練された消防士が救急車に搭載しているのと同じ装置を消防車で携行するものである。現在5台の消防車が 救急医療消防車として運行できる。このことにより、チャールストン郡救急サービスが遅れた場合に、マウントプレザント消防署が救急車の到着するまで救命活動を行うことができるようになることを意味している。マウントプレザント消防署は、先進的で先を見つめる部門として地域から尊重されている。二千六年のカリアフラグシップ賞を受賞したマウントプレザント警察署は、 警官132人と文民事務官43人で町内全住民に奉仕している。法執行機関認定委員会によって認定され、全国的にも認められた機関である。この警察署は警官が市民と共に地域社会の問題点を特定し、その原因を探り、この問題を解決するために、これら原因に働きかける解決法を見出すという。 警察任務の問題思考警察哲学を採用してきた。所長のハリー・スウェルに指導され、市民の出動要請の大半に対する反応時間は全国平均を下回っている。マウントプレザントの街は面積55平方マイルのカバー範囲は7つのパトロール地区に分割されている。各パトロール地区には各シフトごとに特定の警官が割り当てられており、継続的に 住民保護と問題解決にあたる責任がある。マウントプレザント警察署は雑誌グッドハウスキーピング1996年11月号で国内郊外警察署トップ8の一つに選ばれた。マウントプレザントの公共教育はチャールストン軍教育学区が管轄している。ここには小学校7校、中学校3校、高校1校が属する。他に 私立学校1校、宗教系、学校3校がある。ありがとうございます。